キンプリの橋山、RIEH88 のダンスで見せた本音とはファン必見。橋山のダンスは常に進化し続けています。最近、彼は世界的なダンサーでありコリオグラデである RIEH88 の息の合ったコラボレーションを披露し、その動画をインスタグラムでシェアしました。このダンスは、キングプリンスの楽曲、アイチャイバンや、 月読みの振り付けを手掛ける RIEHATA のワークショップで披露されたもので、ジャック・ハーローのラビオンミーに合わせてユニークなダンスが繰り広げられました。動画には笑顔でサングラスをかけた橋の魅力がたっぷりと詰まっています。ファンからは、カイちゃんのダンス見てると元気になれる、サングラス姿もかっこいいといったコメントが寄せられ、その爽やかなパフォーマンスが称賛されています。このコラボレーションには、ファンからの期待が高まっていました。 身長差が可愛らしいと話題になったり、フレームインとフレームアウトが可愛すぎるというコメントも見受けられました。しかし、一部のファンは、なんでこのタイミングでこの動画なんだろという疑問を投げかけ、一方で、カイちゃんが海外でダンス修行したいっていう夢の第一歩だねという期待の声も広がっています。ファンのコメントからは、橋山のダンスに込められた情熱が伝わってきます。一方で、 彼の活動には様々な意見が寄せられており、中には批判的な声も見受けられます。例えば、カエちゃんって結局何を目指してて何がしたいんですかといった疑問や、アイドルグループも続けてソロのアーティストっぽいこともして、熱愛も結婚も祝福されるような人になんて正直今の人気と信頼度では不可能に近いといった懸念の声も参見されます。こうした賛否両論の声に対して、 ファンたちは、それぞれ異なる立場からのコメントを寄せています。カイちゃんは、もう終わりだねと失望の声もあれば、キンプリより、覚悟決めて新しいことやってるナンバー、アイが応援したくなりましたといった新たな応援の対象も現れています。橋山は、ダンスだけでなく、彼の人生や目標に対する姿勢にも注目が集まっています。彼のこれからの活動に期待とともに、ファンとのコミュニケーションを大切にし、 新たな挑戦に果敢に取り組む姿勢が、ますます注目を浴びそうです。